はいどうもこんにちは、おもチャンネルんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。マジョレットボックス買いしてきました。はい、今回はね、一応ねシリーズ的にはなんか SUV のコレクションみたいなんですけど、ラインナップをねざっと見たところ、多分ねほぼほぼ全部なのかな、まあ海外のね車になってるのかなとは思います。で今回はラインナップが10種類なんですけど、今回これボックス買いでね、中にね10個入ってます。ちょっとまだ開けてないんでね、コンプリートとかねできてるかちょっとわかんないんですけど、まあ多分ねいつもの流れで言うと多分コンプリートできてると思うんで、さあそれで早速ねちょっとねそういったところもね確かめながらね見ていきたいと思います。さあそれではね、ちゃんとコンプリート揃ってるかな、見ていきましょう。あ、まあ上から見る感じはなんかゴレンジャーみたいな感じで色鮮やかに並んでますけど、まあ大丈夫っぽいですよね。あ、結構ジープかっこいい。よし、じゃあとりあえずねもう一個ずつね順番に見ていきましょうか。ではでは手前からいきましょう。まずね、はい、これポルシェ911GT3 なんですけど、 SUV でいいのかこれは一応ね SUV モデル3ファーストで書いてるんで、まあ今回のねラインナップには間違いないんですけど、 SUV では多分ないと思うんですが、まあかっこいい車ですよね。よし、じゃあとりあえず見ていきましょう。金のホイールか、なかなか奇抜なカラーですけどね。さあではでは行きましょう。さあさあ、いきなりちょっとこのポルシェ911が出てくると思ってもなかったんで、ちょっと気持ち的に度肝抜かれてる感じするんですけど、さあでは行きますか。で、あ、マジョレットはね、もう直眼なんで一応ガムはついてます。一応ね。で、車体の方ね、くるっとね、軽く見ておきますが、はい、全体的にはこんな感じですね。まあ、マジョレットのクオリティって最近結構僕ね、ツボにはまるところがあるんですよね。ほんとなんか細かく作られてますよね。ヘッドライトは、はい、こんな感じで、クリアパーツですね。しっかりとクリアパーツで、こうなんか中のデザインとかもちゃんとね、こうできてて、で、エンブレムとかもね、ちゃんとプリントで入ってますね。で、塗装も結構ね、綺麗ですね。このポルシェに関しましては、黄色と黒のこうツートーンカラーなんですが、この車両に関しては黄色とこう黒のねツートーンカラーですけどもね、なかなか決まっちゃってますね。でバンパー周りとかもねほんとによくできてて、でサイドミラーもこんな感じでついてますね。で側面のデザインはこんな感じ。 GT3RS のねロゴもちゃんと書いてあります。でホイールが金メッキっていうのがなかなかねこうボディカラーに合ってていいですね。で後ろテールですが、はい、こんな感じで、ね、テールレンズはプリントでデザインが再現されてて、あと細かいこの辺のね塗装とかも入ってて、ロゴも書いてますね。見えるかな、ピントが合ってますかね。でリアスポイラーもね別パーツなんですけども、結構ねしっかりしたものが装着されてますね。で反対の側面は、はい、こうなっておりまして、上から見るとはいこんな感じで、底の部分はと、以上マジョレット、こっちが上ですね。はい、このようになっております。でこの車両ですね、ギミックの方はサスペンションと、あとねドアの開閉機能も、はい、よいしょ、ちょっと硬い開くかな、なんかちょっとしか開かないんですけど、はい、こんな感じでね、まあ開けるようにねなってます。本当に本当にねここまでしか開かないんですけどね、まあ開くだけでもいいかなと思いますね。で内装は黒の成形色となってますね。はい、ということで、まあ、今回 SUV なんですけど、いきなりこれポルシェ911が出てきてちょっとびっくりなんですが、まあ本当ね素敵なね車両になってたとは思います。かっこいいもかっこいいですよね。さあそれではね、他にねまだ9種あるんでどんどん見ていきたいと思います。さあそれでは続いては2番目は、はい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 、はい、こちらがね、ジープラングラーですね。はい、こちらがジープラングラーですね。で色はこれは青色でいいのかな、一応ジャンル的には青だと思うんですけど、まあ、結構こう緑色も入ってるような感じです。さあさあそれではこちらもどんな感じになっているんでしょうか。よいしょ、しかめていきましょう。よし、ではではでは、ギミックとかなんかあるんかな。さあ、では見ていきましょう。二つ目ですね。まあ、ほんとこう何色って言っていいんでしょうかね。まあ多分、まあ青だと思うんですけどね。ジープラングラーの青色です。まずね、フロントの部分、はい、こんな感じです。ヘッドライトね、しっかりとクリアパーツです。結構綺麗ですね。で、下のフォグランプかな。ここは塗装仕上げで、グリルのところはこんな感じ。ジープのね、ロゴもちゃんと書いてあります。で、ボンネットのデザインですが、はい、ここのね、両サイドに、はい、こんな感じの文字書いてますね。これは何て読むんでしょう、ルビコンでいいのかな。まあ、このようにね、両サイド同じね、文字が書いてあると。
でボディがもうほんと迫力ありますね。すごいですね。うん、スケールも結構大きめです。でフロントのバンパーはシャーシと一体となってますね。で側面見てみるとこんな感じです。まあ、特にラッピングとかデザインはなくて、まあ、ボディカラー一色なんですが、この形状とか本当によくできてますね。なかなかね、ほんとゴツゴツした感じがかっこいいですね。でホイールは銀メッキタイプと。で後ろですね、はい、こんな感じです。まあこれオープンカーになってるんで、まあ、この辺りのこのフレームとかね、めちゃめちゃかっこいいですね。座席が丸み、雨降ったらどうするんでしょうオープンカー見るとね、いつもそんな心配しちゃうんですけどね。で後ろね、これねスペアタイヤついてますね。こちらは成型色になってます。多分シャーシと一体なのかな。あ、一応これ別パーツか、この部分別パーツっぽいですね。でテールレンズはこのようにねプリント塗装仕上げになっております。で反対の側面は、はい、こうなっておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで内装はよく見えますよ、ほんとね。で底の部分は、はい、こんな感じです。でこちらの車両ね、ギミックの方はね、サスペンション機能がついてます。ドアの開閉は特にはないですね。まあ、ということでね、2台目ですね、ジープラングラーのこちら青色でした。もう一色ね、赤色もあるみたいなんで、後でねちょっと並べて比べてみたいと思います。さあそれではね、続いての車両行ってみましょう。ではでは3つ目は何でしょうかと。アルファロメロってね。はい、こちらも SUV なのかちょっと疑問なんですけども。はい、こちらアルファロメオの 4C スパイダーかな。色はブルーですね。さあ、ではでは開けていきますか。なかなか今回不思議なコレクションになっていると思うんですけどね。さあ、ではでは、まあまあ楽しいんでね。では行きますか。3つ目ね。まあこれもなかなかかっこいいのはかっこいいですね。さあそれでは見ていきましょうか。まずね、はい、フロントのマスク、顔こんな感じです。こちらもね、もう大きなねヘッドライトね、クリアパーツになってますね。うん、結構ギラギラ感がすごいね、美しいですね。でアルファロメオの車両ってね、結構ねもうほんとね、もうデザインね、他のメーカーもそうなんですけども、ここもなかなか特徴あるんですが、まあ、しっかりとね特徴をね捉えたね作りになっております。エンブレムもねバッチリですね。でこういったグリル周りのデザインもね、なかなかかっこよくね仕上がってるのかなと。でボディカラーですが、こちらはブルーのメタリックカラーですかね。はい、こんな感じになっておりまして、まあ結構ほんと綺麗な塗装ですね。なんかこう美しいって輝いてますね、ほんとにね。でこちらはね、後ろからこうビーンと出てくるんで、はい、雨の心配はありませんが、オープンカーになってます。で側面見てみるとこんな感じですね。まあこの辺のこうボディの形状はしっかりできてますね。で塗装がちょっとな薄めなのかな、なんかこう色のこう濃淡が結構こう出てるのかなと。まあこの感じもまあ綺麗っちゃ綺麗ですけどね、実写はどうなんでしょうね。塗料が薄くなってるところが結構あるのかな。うん、でも見栄え的には嫌いじゃない。でホイールはねシルバーメッキのタイプになっております。で後ろですね、テールの部分ははいこのようになっております。レンズは赤の塗装仕上げで、真ん中には大きなエンブレムちゃんと書いてあります。でこういったところの形状も本当に細かくできてますね。で反対の側面ははいこうなっております。でこちら側から見てもね、なかなか美しい。で上から見てみるとはいこんな感じで、底の部分はこのようになっております。でこの車両ね、ギミックの方はサスペンション機能がついてます。まあということで、はい、3つ目ですね。こちらもね SUV なのかと聞かれると、まあんってこうハテナが出てくるところもあるかもしれませんが、はい、3つ目ですね。アルファロメオの 4C スパイダーでした。まあ車両としてはもう本当にねかっこよくね仕上がってたものなんで、なかなかね、うん、コレクションとしてはもう本当いいとは思います。さあそれでは続いての車両行ってみましょう。さあでは4つ目がジープのもう一つの方かな。はい、こちらが、赤色ですね。さあさあさあ、ではではこっちも開けていきましょう。こっちの方はあれですね、完全にオープンじゃなくて、なんか後ろの部分がねこう屋根とかついてるんで、これ外せんのかな、ちょっと気になるんですけどね。じゃあちょっと確かめていきましょう。ちょっと気になるんでね。よいしょ。あ、外れないか。まあでもあれかな、さっきのジープラングラーも、これも後ろからこう出てくるのかな。ちょっとね、周りでね、これをね、乗ってる人がいないんで、まあネットで調べたら構造わかると思うんですけど、さすがにこう出てくるか。屋根出てくるか。無知すぎてすいません。さあさあさあ、ではでは、ちょっと4台目ね、こちら見ていきますか。ジープラングラーのこちらは赤色ですね。もうソリッドの、ね、赤色で、なかなかね、僕が好きな色ですけども、めちゃめちゃかっこいいですね。まずね、フロントの部分、はい、こんな感じです。まあ、この辺の作りはさっきのね、車両と全くもう同じですね。ヘッドライトクリアーパーツで、フォグのところは塗装仕上げです。で、ボンネットもこちらにもね、両サイドにこのようにね、白色のね、文字が書かれてます。読み方はもうルビコンでいいのかな。
で側面のデザインですが、はい、こうなっていて、ボディの形状は先ほどと一緒ですが、はい、ここの部分がね、こんな感じでちゃんとね、こう屋根のパーツついてますね。でボディ形状もこちらももちろんねしっかりとできてて、でホイールのデザインがさっきのやつと違うのかな、デザインも違うし色も違うと。こちらはあの黒の成型色ですね。で後ろですが、テールはこうなってます。はい、こちらにもスペアタイヤがね成型色で付けられています。でレンズの縫い分けとは特にないですね。で反対の側面はこうなっておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じです。そこの部分ははい、このようになっております。でこの車両ね、ギミックね、サスペンションのみとなってます。特にここを取り外すことはできません。まあ、ということで4つ目ね、ジープラングラーの赤色でしたが、まあ、さっきのねブルーと比べて皆さんねどちらがお好みでしょうか。まあ、色的なところもあるし形状的なところもありますが、僕はどっちかというとこのねこの赤色の方がね結構好きですね。うん、まあでもどっちもなかなかかっこいいと思います。まあ、ということでね、ジープラングラーでした。ではね、続いての車両行ってみましょう。さあではこれで半分ですね。5つ目になりますが、これがベンツですね。ベンツ、メルセデスベンツの G500 かな。なかなか色がね深めのこうブルーで渋いですね。さあではちょっと見ていきましょうか。さあではちょっとよいしょ、開けていきましょう。はいはい、あ、なかなかこれも迫力はたっぷりなのかなと思いますね。結構好きなんですよね、うん、ベンツのこの G クラス。さあでは見ていきたいと思います。まずね、はい、フロントのマスクこんな感じです。まあ大きくねこうベンツのエンブレムねドーンとついてますね。もうかなり目立ちますね。でヘッドライトはしっかりとクリアーパーツで、でボディのカラーがねもう本当にねこうね一応メタリックのカラーには合ってくるんだと思うんですけど、もう本当に濃い深いブルーですね。うん、渋いですね。実際にこのボディカラーは存在するんですかね。結構かっこいいと思います。で本当のあの迫力のあるねもうこのボディの形状しっかりねできてます。で側面見てみるとこんな感じですね。もう横から見ても本当めちゃめちゃ迫力満点ですね。すごいですね。濃いなーで本当ねしっかりとねデザインも再現されてるのかなと思いますね。でホイールは先ほどのジープと一緒かな。はい、こんな感じの黒の成型色となってます。でサイドステップもはいこんな感じでついてますね。確かこれウィーンって出てくるんですよね。出てくるっていうかあのパタンってこうね開閉するやつだったかな、サイドステップ。で後ろですね、テールの部分ですがはいこうなっておりまして、スペアタイヤのねこれねこうケースですね、ちゃんと付けられてて、でエンブレムをねプリントで書いてあります。であと車両名もこのようにプリントで入ってて、レンズも塗装仕上げと。後ろもなかなかね見応えしっかりとしてますね。うん、いいミニカーですね。で反対の側面、はい、こちら側も迫力のボディはで上から見てみると、はい、こんな感じ。サンルーフの形状もねちゃんとこうね再現されてますね。で底の部分ははいこのようになっております。でこちらねギミックの方はサスペンションと、あとですねボンネットの開閉も確かできるはず。開けれるかな。あ、開いた開いた開いた。はい、こんな感じでしっかりとね開閉できるギミックになってます。中はどうなってんのこれ。まあ、特に中なんか作られてるって感じではないですね。とりあえずボンネットが開くといった感じですね。まあ、ということでね、なかなかね迫力のボディ、そしてね渋いカラーリングになっておりました。こちらねメルセデスベンツの G500 ですね。うん、いいですね。素晴らしいコレクション。さあさあ、それでね続いてのチャレンジ行ってみましょう。さあさあ、それでは続いてまいりましょう。後半戦いきます。お、真っ白のボディ、これは何でしょうか。はい、こちらねちょっとわからないで調べちゃいました。はい、プジョーの508の SW ですね。まあほんとソリッドの白でね、なかなか美しさを放っておりますが、ではではどんな感じになっているんでしょうか。見ていきたいと思います。よいしょーと、あ、後ろが開くねこれね。うん、トランクリアハッチかな、開くようなギミックになってる。さあさあ、それでは見ていきましょう。はい、こっちなかなか、うん、かっこいいですね。馴染みはそんなにないんですけど、っていうか、まあ、他の車両も馴染みないんですけどね。うん、いい顔してますね。うん、結構シャープね。で作り的なとこで言うと、ヘッドライトははいこんな感じで、しっかりとこれも、あ、クリアパーツね、クリアパーツになってて、グリルのところはこんな感じ。デザインはプリントですね。でエンブレムもちゃんと書いてあると。でここは508と書いてますね、ちゃんとプリントで書いてあります。
でボディカラーは美しいソリッドのねホワイトですね。塗装も非常にほんと綺麗だと思います。で側面のデザインですがこうなっておりまして、まあ綺麗なねボディラインですね。美しいですね。塗装も綺麗です。でホイールシルバーメッキですね。で後ろ見てみるとはいこんな感じで、まあテールレンズとかここのねデザインねほんと綺麗ですね。全部プリント仕上げなんですがしっかりとねまとまってるのかなと思います。かっこいいですねプジョーね。でリアハッチの部分は先ほどとかちょっと開いちゃいましたが、はいこんな感じでね開閉するねギミックになってます。このギミック結構好きなんですよね。やっぱ開くっていうのはいいよねミニカーでね。ほんとねトミカもねこの辺頑張ってほしい。ここでトミカのことを言うのもあれなんですけど。で反対の側面ははいこうなっておりまして、で上から見てみるとはいこんな感じで、そこの部分はこのようになっております。でこの車両ねギミックの方がサスペンションと、はい先ほども開けましたがリアハッチですね。はいこのようにね開けれるようになってます。このギミックは本当に素晴らしい。音と危なかった。まあ、ということでね、はい、後半戦1台目、台数的には6台目になりますね。はい、こちらね、プジョー508の SW でした。なかなかね、かっこよくね、決まった車両ですね。白色のカラーが美しかったです。さあさあ、それでは続いての車両、行ってみましょう。さあさあ、それでは続いてが7台目になりますね。これも誰だ、これ。これもね、わかんないので、ちょっと調べましたけどね、オペルのコルサらしいですね。これも本当に見たことないですね。よし、じゃあちょっと見ていきましょう。さあさあ、なかなかちょっと、ね、新しい出会いがたくさんあってなんか嬉しい感じなんですが、ではでは開けていきたいと思います。お色はオレンジかな。よしよしよし行きましょう。では見ていきましょう。まずねフロントの顔の部分、はいこんな感じです。ヘッドライト結構ねこうねビュンとこう吊り上がったようなね目になってるんですが、しっかりとクリアパーツで、はいこんな感じでできてますね。なかなかいい目してますね。濃いね、にらみ効かせるようなかっこいい、ほんとかっこいいと思います。でグリルの周りはこうなってますね。プリントでデザインが入ってて真ん中にはエンブレムもありますね。でボディのカラーはこちらは一応パールのオレンジかな。はいこんな感じでちょっとね輝きは控えめだと思うんですが、一応パール色となってますね。まあほぼソリッドに見えますがちょっとだけほんと入ってます、気持ちね。で側面ははいこのようになっておりまして、まあシンプルですがしっかりとできてるのかなと。でホイールはシルバーメッキですね。で後ろですがテールもねこうなっておりまして、レンズのデザインはプリント塗装で再現ですね。で真ん中にエンブレムで、左にはね車両名ですね。でこちらは後ろなんか今一瞬開きそうな気がしたんですけど、開かないか、気のせいだったな。ここの黒いラインがあるんで一瞬開くのかなと思ったんですけど開かなかった、残念。で反対側の側面ですが、はいこちら側はこのようになっておりました。あここ剥がれてる、これ、あよかった、ただのゴミだったなんかねここ今ちょっと黒かったんですけど、よかったよかった、ゴミでしたね。で上から見てみると、はいこんな感じで、そこの部分はこのようになっております。でこちらの車両ね、ギミックサスペンションのみとなってます。はいということでね、まあ、この車両も全然ちょっと見たことないんですけども、はいこちら7台目になりますね。オペルのコルサでした。でもまあ結構フロントのこの顔は僕嫌いじゃないですね、好きですね。いいねいいね。さあさあそれで続いての車両行ってみましょう。さあさあそれでは続いて、もう残り3台ですけども、続いてこのなんか奇抜なカラーになってますが、ここでなんだこれは、あレンジローバーですね。レンジローバーのイボークですね。あいいねこのツートンカラーね、なかなかいい感じ。よしじゃあちょっと行こう。マットかな、マットのブラックがベースになってて、ルーフは赤ですね。よしでは確かめていきましょう。よいしょ。さあさあでは行きましょう。本当にこのマットのブラックめちゃめちゃかっこいいね、いいカラーだと思います。フロントのマスクね、はいこんな感じです。ヘッドレッドはこちらもクリアパーツですね。今回多分全部クリアパーツかな、毎回マジョレットと思うんですけど、マジョレットはもうほぼクリアパーツですよね。でしっかりとはっきりとねレンジローバーのねロゴ書いてます、決まっちゃってますね。てか本当にこのマットのこのブラックのカラーね結構好きなんですよ、この色で。ルーフの部分は赤のソリッドのツートンカラーですね。なかなかのメリハリですよこのカラーね。実はこれ合ってるか似合ってるのかというと、これ逆の方がいいかもしれないですけど、まあ、これはこれでありなのかな。で側面のデザインですがこうなっておりまして、まあこうね締まった感じがいいです。ただちょっと上見るとやっぱ赤色が見えるんで、まあ結構この組み合わせは好みが分かれそうな気がします。
まあ、嫌いではないんですけどね、僕はどっちかと逆の方が好きですね。でホイールはねシルバーメッキになってて、で後ろ行きましょう。はい、テールはねこのようになってますね。ロゴしっかりと書いてますね。でレンズは塗装仕上げで、であとここら辺のちょっと小さいので後で拡大したいと思いますが、文字もちゃんと入ってますね。でこちらはリアハッチね、はい、こんな感じでね、よいしょと、はい、開けれるようになってます。素晴らしいギミック、よいしょ。で反対の側面は、はい、こうなっておりまして、で上から見てみるとこんな感じで、そこの部分は、はい、このようになっております。でこの車両ね、ギミックの方はサスペンションと、あとね後ろがね、はい、こんな感じで開けれるようになってます。素晴らしいギミック搭載。そしてですね、よいしょ、めっちゃ硬いね、まあ、あの色の好みはね本当分かれると思いますが、このベースのマットのブラックがね非常にかっこいいんで、単色でも良かったかもしれませんね。まあ僕の個人的な趣味ですけど、まあね、でも本当かっこいいチャンネルになってたと思います。ということで、まあこちら8台目ですね、レンジローバーのイーボーグでした。ではね、続いての車両行ってみましょう。さあさあ、それではね、もうあと2台ですね。続いて、どっちだったっけ、多分こっちか、こっちですね。さあさあ、これは何でしょうか。あ、アルファロメオだ。これがね、アルファロメオのジュリアですね。よし、じゃあ行きましょうか。赤色のボディね、メタリックカラー。これもなかなかね、かっこいいね、車両になってると思いますが、なんか SUV コレクションっていうのを、忘れてました、そういえば。これは SUV になるのかな。だんだん本当に分からなくなってきましたけど。さあさあ、それではこちらもね、見ていきましょう。まずね、はい、顔こんな感じです。こちらもなかなかね、かっこいい顔つきですね。で、大きくね、クリアパーツでヘッドライトね、作られてます。でもグリルのところとかも本当よくできてますね。エンブレムもバッチリかなと思います。で、ボディカラーは赤色の、これは、一応メタリック系かな、メタリック系のカラーにはなってくるのかなと思うんですけど、なかなかこちらもね、深みのあるね、かっこいいカラーですね。輝いてますね。で側面見てみるとこんな感じになっておりまして、あ、これはドアの開閉がしそうな感じですけど、開きますね、バッチリ、いいねいいね。でタイヤはねこんな感じで黒の成形色になっています。で後ろテールですが、はい、こちら側もレンズは、あ、ちゃんとねプリントでデザイン再現されてますね。こんな感じです。ちょっとボディカラーと結構似たカラーなんで分かりにくいかなと思うんですけどね、ちゃんとできてます。でエンブレムもバッチリですね。後ろもなかなかかっこいいね顔つきになってました。で反対の側面ですが、はい、こうなっていて、で上から見てみるとこんな感じで、そこの部分は、はい、このようになっております。でこの車両ね、はい、ギミックの方はサスペンション機能と、あとはねドアのね開閉機能、はい、こんな感じでついてます。おっと、こっちは気にくいぞ、硬い、はいマジョレットで結構硬いドアありますよね。ここめちゃめちゃ硬い、これね。まあでもまあ開くからいいやポジティブに行きましょう、まあ、ということでね、こちらもなかなかね渋くてかっこいいね車両になっておりました。アルファロメオのジュリアでした。いいね、かっこいい、顔がかっこいいですね。さあさあ、それでね、続いての車両行ってみましょう。さあでは早いものでラスト10台目、残された最後の1台は何でしょうか。これポルシェだね、ポルシェ。これは、718のボクスターですね。よしよし、開けていきましょう。なかなかこれもえらい明るいカラーですね。実在はするんでしょうかね、このカラー。こう見たことないな、ポルシェもあんまり見ないですけどね、うん。こんなに青いのはなかなか走ってたら目立つんで、記憶にはあると思うんですけど、ちょっと見たことないですね。ではでは行きましょうか。では見ていきたいと思います。まずね、はい、フロントの顔こんな感じです。ヘッドライトね、こちらももちろんクリアパーツですね、美しいです。でエンブレムはちゃんとプリントで入ってて、でボディカラーがまあ結構明るめのブルーのソリッドカラーですね。はい、こんな感じです。色の塗りもね綺麗で丁寧ですね。でフロントのねバンパーもこんな感じで、こうね丸みのあるねデザインね、非常によくできてるのかなと思います。ルーフ外れるかな、外れたらいいけどね、外れました。あ、でも中途半端だ外れるか、完全に外れるのかな、バキって言ったような気がするけど今ちょっと待って、一回ちょっと置いとこう、びっくりした今。で側面のデザインは、はい、こうなっておりまして、ホイールは金メッキですね。なんかこの組み合わせも、うん、合ってないことないですね。結構、うん、かっこいいと思いますね。でテール周りはこうなってます。レンズはプリントでデザインが再現されてて、あとねロゴ関係はバッチリですかね。こんな感じになってますね、プリントで入ってます。で反対の側面ですが、はい、こうなっており
りまして、で上から見るとこのような感じで、そこはこんな感じになってます。でこのシャロギミックですが、サスペンションと、あと先ほどちょっと外れかけたんですけど、このルーフのパーツは外していいのかな。これね、前は結構パカッと外れたんですけど、後ろがここがね、なんか外れるような感じがしないんであれなんですけど、あ、でも難しい、あ、無理だ多分無理ですね外しちゃダメなやつですよこれね、戻しとこう。まあ、もしあの外せるよっていう人いてましたら、ぜひあのコメントで教えてください。はい、ということでね、ラストですね、ポルシェ718のボクスターでした。はい、ということで今回はですね、マジョレットのね、新しいシリーズが登場したので、またねボックス返しね、ちょっとね見てみましたが、一応ですね、はい、こちらラインナップ10種あったんですけども、ボックス返しねコンプリートすることができました。そこちょっとあの忘れてましたが、無事にコンプリートです。で今回あの SUV という括りで名前はなってるんですが、そんなに SUV 感はめちゃくちゃなかったとは思いますけど、まあその辺はちょっとまあ気にせずに、あの純粋にね、まあ素晴らしいね車両のねラインナップになってたとはもう僕は思いますね。うん、結構ねあの前半は僕あの好きでしたね、車両のラインナップ的には。前半のラインナップが好きで、で後半もね、レンジローバーとか、まあ、色のねあれとかあったんですけど、まあ良かったのかなとは思いますね。アルファロメオのジュリアとか結構かっこよかったしね。うん、また本当にあの素敵なねミニカーのコレクションがねちょっと増えてくれて、まあ僕はもう本当にあの嬉しい限りです。でこちらマジョレットね、皆さんご存知だと思うんですけども、探されてる方はね、あのスーパーのねお菓子コーナーにねこう壁とかにこう吊られてたりするんで、でマジョレットってね、ほんとね、あのそのスーパーが物売り切れないと次々ちょっと出てこないっていうところ結構多いんで、ひょっとするとこれが出てくるのはあの来年とか、その可能性もあったりするんで、まあ、もし探されてる方いらっしゃいましたらね、お近くのスーパーでちょっとね訪ねてみてください。まあほんとね、ちょっと言葉かぶっちゃいますが、まあ、素敵なねラインナップになっておりますので、気になった方はぜひ探してください。まあ、ということで今回はこの辺りにしようと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近でもらいの公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。